元読売テレビの川田博美アナウンサーが21日、ブログを更新し、20日から訴えていた足の痛みの原因が判明したと投稿した。川田アナは血液検査の結果出ました。ウイルス性、細菌性のものや痛風ではありませんでした。そもそも女で私の年齢で痛風だったら学会に知らせるくらい珍しいことだそうですとユーモアを交えた。原因について川田アナは足の筋肉の疲労が溜まってしまっていて一気に足底に来て腫れてしまったのではないかとのことでしたと診断の結果を報告。最近腰痛を感じていたんですがもしかしたら無意識にそれをかばった歩き方をしていたのかも。とにかく原因が分かって安心しましたと謎が氷解したことを喜んだ。川田アナは続けて、治るまでには2から3週間長くて1ヶ月かかるようですが、あまり無理に動いたりせず安静にして、早く治します。ご心配いただき、ありがとうございます。と感謝。痛くて、靴が履けないので、当分このように片方だけスリッパで失礼します。とスリッパを履いた写真を投稿した。